旅してみましょう。加計呂麻島で宿泊するなら、クジラが来る薩川湾にあるシビランカです。加計呂麻島の中では食事の美味しさは上位にランキングするほどのおすすめの宿です。漢字ではこのように表記します。シビランカとは沖縄や奄美地方の方言で、新築の家の守護を願うお守りの意味を込めた言葉だそうです。宿の前には大きな木が植えられています。アコウという木とシマシラキ、そしてガジュマルだそうです。夜になるとこの木から琉球コノハズクというフクロウの仲間の鳴き声が聞こえることがあります。また目の前には薩川湾が広がります。ここは12月から3月にかけてクジラやイルカが訪れることがあり、それを目当てにして宿泊する観光客もいるようです。この場所へは瀬曽港からおよそ13キロ、車では25分ほどかかります。一番遠い港池間港からはおよそ27キロ、車では50分程度です。シビランカの部屋は全部で3部屋。部屋にはベッドが2つ設置されています。一晩で3組、6人までが泊まれます。トイレと洗面台は各部屋にはありますが、浴室は共同になります。共同の浴室にはアメニティも用意されています。そして部屋には大きめのクローゼットがあって、大きなスーツケースなども余裕で収納できるのもポイントの一つです。部屋の前は廊下兼バルコニーになっていて、椅子とテーブルが用意されているので、ここに座って海を眺めるのもいいでしょう。部屋の向きは東向きなので、朝日に反射した薩川湾の海がとても美しく輝いて見ることができます。環境的には無料の Wi-Fi が飛んでいます。そして庭にはサンゴのかけらが敷き詰められていて、とても心地よい雰囲気を醸し出しています。さて、ある日の夕食を紹介しましょう。地元で獲れる魚を丸々1匹煮つけたものが提供されました。もちろん刺身もカルパッチョとしてメニューに入っています。さらに奄美大島ではよく食されるトビンニャという貝です。標準名はマガキ貝と言います。サラダや酢の物も食卓を飾ります。エビフライもついていました。これだけの豪華な夕食を提供する宿は加計呂麻島ではなかなかありません。朝食は一般的なメニューに近い内容でした。ゆったりと過ごせる加計呂麻島、ホエールウォッチングや海水浴など様々な目的があると思いますが、加計呂麻島に行くならこの宿に泊まることを一つの目的にしてもいいかもしれません。